皆さんつながってますか？大丈夫ですかね？いやでも最初に名前紹介するときに一応ってほしい。急に登場したらびっくりするやろ。はい、お客様、お客様。はい、つながってますか？大丈夫ですか？皆さん、はい、つながってます。はい。はい、それではお時間になってますかね？はい。なりました？はい、なりました。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、じゃあそれでお時間になりましたので始めていきたいと思いますが、さあ今日ね進行の方を務めていきますのが今日初登場です。かねち？かねち。かねちです。こんにちは。お願いします。そして館長と私ひなたママで進めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。なるこっちにするから、うん、この辺からもうちょっと離れて。じゃあ皆様改めましてこんにちは。今日は徹子ちゃんのお名前発表会やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あっちを止まってお客さん来たら一応その前の動画も見ていただけましたでしょうか？ね、可愛かったですね。はい、とても小さい頃のね動画もあったと思うんですが、めちゃめちゃ可愛かったと思います。階段から落ちてたね。落ちましたね。みたいな話す時もありましたね。懐かしい。今では、ね、結構大きくなりましたので、今からです、ね、その徹子ちゃんの名前発表を始めていきたいと思います。じゃあまずはトドたちの、トドの子供たちがいるお家の中に入っていきましょう。お願いします。みんな来てきて、あ、洗濯物とか気をつけてね。はい。トドたちは今ですね、恋の場所が違うもんね。はい、そうなんですよ。恋の季節を迎えていまして、お母さんとお父さんとは別に子供たちがこちらのセイウチプールの隣で暮らしてます。ちょっと期間限定ですね。また恋の何が失われました？接続が失われましたよ。 Wi-Fi じゃないですか？あら、Wi-Fi 初めてやな。あ、繋がった？一瞬切れてます。大丈夫？繋がってます。あ、ごめんなさい、ちょっと一瞬切れちゃいました。なんでやろう、初めてですね。ごめんなさい、来ますよ。じゃあお家に入っていきたいと思います。はい、オープン。お願いします。すぐくんのね、すぐくんのね。ほら、来た。はい、続きます。期待したい。2頭の子供たちが来てます。はい、お待たせ。はい、主役たちです。お邪魔します。じゃあまずですね、奥にいますのがテツコちゃんのお家。変わってるの分かりますよね。はいはい。AJ 君です。はい、大丈夫、準備できましたか？大丈夫です。大丈夫です。はい、では、はい、では準備が始まった。名前発表していきたいと思います。ドラムロール、スタート。スタート。では今回355件の中から選ばれました。テツコちゃんのお名前発表していきたいと思います。はい、スタート。はい、カノンちゃんです。こちらも、あ、首元、この子も毛代わり中だね。顎の下とか、毛根とかがね、毛代わってますね。
しいな、かわいい。そんなことできるようになった素敵だね。さあ、これ何通のお便りが、あの募集はありましたか。今回355件応募していただきました。いろんなお名前がありましたね。選ぶの大変だったよね。全部読まなせた。ラフでも、ね、選ぶのは大変だったんですけど、まだ可愛いハンマちゃんの名前に来ました。大きさどれですかね。体重でしたっけ。今体重どれぐらいですか。110じゃないよ、もうちょっとあるよ。150ぐらい。130ぐらい。130キロもあるから。今やっと15キロ。まだまだですけど。鉄子メスやから350ぐらい、300ぐらいしかなれへんよ。小沢さん、今回はお名前に募集にご応募いただきとっても素敵なお名前つけていただきありがとうございます。はい、はい、では小沢さん、由来をお願いします。はい、由来は何々で何々だからつけました。ありがとうございます。ありがとうございます。いい由来ですね。ではそんなね、名前つけてくれた小沢さんに館長から感謝状を読ませていただきたいと思います。館長、はい、後ろにいる設定です。ではお願いします。はい、感謝状はあなたは2020年6月26日に伊勢市パラダイスで生まれたトロっていう名前、たくさんの方に愛されるような素敵なお名前をつけてくださいました。よってここに感謝の意を表します。令和4年6月25日、株式会社伊勢妙手岩パラダイス伊勢妙手岩グルメ生活館長田村隆太、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、こっち向けてこんな感じです。はい、感謝状になります。またね、後ほど送らせていただきます。ありがとうございます。小沢さんにはこちらの感謝状、そして伊勢新パラダイスの年間パスポートとこちらオリジナルタンブラーをプレゼントさせていただきたいと思います。楽しみにしてください。さあ、それでは今日はお名前発表をご覧いただき誠にありがとうございます。さあ、またですね、トドの子供たち、そしてお母さんとお父さんにもぜひ会いに来てくださいね。それではさようなら。なっちゃう。ありがとうございます。